フィルムカメラを蘇らせるデジタルフィルム、アイムバックフィルム。今回は概要と使い方を紹介します。旧製品アイムバック35との比較。このカメラは40年くらい前かな、うん、そうだね、のカメラでございます。これニコンの F3、F3、うん、T ってついてるのはチタンボディ。フィルムがないと撮れないんですけど、ええ、その下についてるやつ、これね、うん、これ昔だったらそこについてたのはモータードライブとかワインダーっつってフィルムを巻き上げるものがついてたんですけど、うん、今フィルムがないかすげえ高いのよ。ここに今用意したのがこれがアイムバックっていうデジタルフィルムでございます。はい、これは昔のそうこういうカメラフィルムカメラにつけるデジタルバックってやつで、これがフィルムの代わりになります。デジタルフィルムです。はい、撮った写真はデジタルで保存されるので、まあ、パソコンにそのまま読み込んだり、うん、スマホに転送したりできます。これそういうもの。うん、で前にも紹介してるんですけど、その時のやつの新しい型。今度のはフィルムがあるべきところにセンサーを置いてダイレクトに写真を撮ります。なのでデジカメとほぼ同じ構造。ただ制約もあります。それはコストの制約で、本来はこれ 35mm フィルムっていう大きさでそのセンサーが作れればいいんだけど、その 35mm ってフルサイズっていうんだけど、そのセンサーすごく高いのよ。なのでその4分の1のサイズのセンサーが入ってます。じゃあちょっと画質が悪いってことか。画質が悪いというよりも撮れる範囲が見えてる範囲よりも4分の1しか撮れないってこと。でそれを覗いてみてください。覗いてみると、あ、本当だ。真ん中辺は綺麗に見えてて、周りは白っぽいでしょ、うん、それシールを貼ってあるんだけど、実際に映る部分はその透明の部分だけなの。はいはい、面積でいうと4分の1しか取れません。うんうん、それが最大のこのアイムバックフィルムのデメリットなのよ、うんうん。で、どうなるかというと、望遠になっちゃうわけ。取れる範囲が狭いから。わかる、うん、広い範囲を撮ろうと思うと撮りづらい、うん、望遠になっちゃうから。でより広い範囲を撮れるレンズを使わないと広い範囲が撮れない。ただセットもので買うとそのレンズの先っちょにくっつけるアダプターがあって、これ今ついてないんだけどさ、それをくっつけると広い範囲が撮れるようになって、それをカバーしますっていうレンズは一緒についてきます。では実際に撮ってみましょう。どうやって撮るか。はい、はい、まずは電源を入れます。裏側見てください、うん、そこにボタンが1個あるんで、それを短く押す。それでいい。やった。はい、これで電源が入りました。短く押すと電源が入ります。でこれで画面が変われば撮れる状態になります。画面が変わりました。これでピッピッピッっていったらもうこれで撮れる状態になりました。カメラの撮り方は普通の一眼レフのカメラの撮り方はほぼ一緒なんだけど、まずはい、それを巻き上げる前に電源を入れます。このカメラは電源が、あ、これ今入ってるんだけど、これ電源オフで、これを、うん、そう、そこで電源を入れます。はい、で巻き上げたら、はい、覗いてピントを合わせます。それそれ、それでピントを合わせて、でもう一つ露出も合わせなきゃいけないんだけど、今暗いのでここに露出を決めるリングがあります。もう一個手前にここ、はい、はい、これで今暗いのでこれ 2.8 でいいです。これ一番明るく暗いところでも撮れる状態、一番開いてる状態、絞りを、うん、であとシャッタースピードを決めるんですけど、今このシャッタースピードはオートになってるのでこのまま撮れます。フィルムをレディーにするために今背面、カメラの背面にボタンが貼り付けてあります。これがボタンです。あ、これね、はい、そのボタンを押してすぐにシャッターを押します。だからまずピントを合わせておいても撮れる状態にしたら、そのボタンを押してから、はい、シャッター、はい、ちょっと早すぎたかも、もう一個もう一個、はい、これいい感じかもしれない。そうするとほら撮れました。今回じゃあもうちょっと明るいとこ撮ったらいいかも。再生したよ、ほら撮れる。あ、再生で撮れたね、うん、はい、撮れました。じゃあこれを撮ります。はい、はい、取れたかな。お、取れました。それでね、はい、うまく取れました。お、再生の仕方を覚えましたね。はい、そのこの再生ボタンを押すと再生されます。迷っちゃうね。お、取れた、うん、そしたらそのボタンを押してください。
では今度はフィルムの種類を変えてみます、はい、そうすると右下のボタンを押してください、はい、そこでフィルム左上、それはフィルム、あれ変わっちゃったわ、もう一回、はい、そうで、これ今コダックのフィルム、これ富士フィルム、これイルフォード、うん、すごいじゃん、うん、これで変えられるの。じゃあ一番分かりやすいイルフォードにしましょう。それこれで OK、 それでもういいの、はい、押すの、うん、押さなくていい、このままでいい、はい、このままで撮ってみます、もう一回、はい、はい、撮りました。はい、イルフォードはこれ白黒なんで、こうやって白黒の写真が撮れます、はい、ね、であとはフィルムの違いによって色が変わるのよ、へー、うん、それは特徴、そうなんだ、どうですかこれ、すごい楽しいね、お買い上げいただけますか、私はお金がないから買いませんよそうですかでこれうちにありますしね、そうですね、はい、はい、でも楽しいでしょこれ、あ、これ見て、でね、これをね、今ね、リクエスト出してるのがあってね、うん、これを、この部分をなくして、見れなくてもいいから、この中に全部収めてくれっていうのをリクエスト出してみよう。ねえ、でも見たいね。いや、見た方がいい写真撮れるんだけど、だけどさ、フィルムのカメラってさ、見れなかったじゃん。うんうん、だからそれが良かったのよ。それで、現像に出して、プリントされて初めてその出来栄えが分かるじゃん、うん、その良さってやっぱあったと思うんだよ。でもさ、うん、あれの何十枚中の1個しかないんだよ写真。でもその代わりにこれデジタルなので100枚撮っても電池代しかお金かかんないじゃん、うん、あ、まあ初期投資は別にして、うん、そうやって考えたらいっぱい撮ればいいのよ。そっか、うん、失敗するかもしれないと思ったら、まね、うん、そうするとコンパクトになるし、うん、カメラの中に全部収まるので非常にいいなと思ってて、それを今リクエストしています。いいじゃない、うん、それが欲しい人はちょっと待ったらもうまあすぐは出ないかもしれない、そのうち出るかもしれません。へえ、そういうことか、はい、ご満足いただけましたでしょうか。うん、これはね、マクドナルド、あれ取れねえよ、なんでだい、いった、どれこれもいいじゃん、なかなか、あ、フィルムを変えてみたの、そうだよ、あ、これ何のフィルム、うまいみ、あ何があって、これ今これ、これなんだ、アイムバックフィルム、あ、これね、一番スタンダード、うん、これスタンダードの一番標準的だと思う、いい、ね、うん、一番普通な、なんか撮れ見たままに撮れてると思う、これ電源を切るときはそこの長押しはい、これで電源切れます、はい、よく撮れました、はい。